なんかこれ山手線の番線表記みたいになってますけど、そこには我孫子の文字があります。そう、ここは山手線内ではありませんね。ちょっと面白い駅に来ています。駅前こんな感じ、ドーンと大きい提灯がぶら下がっています。ここは JR の成田駅です。この駅かなりね面白い特徴があるんですよ。結構いろんな路線が乗り入れているんですが、ご覧くださいね。これ左からまず我孫子方面の成田線で、今度成田空港方面に行く成田線で、こっちは成田線の千葉東京品川駅。なんとこれ成田駅からは4方向に路線が伸びているのにもかかわらず、これなんと全てが成田線になっているんです。成田線のカラーリングは緑、もう駅の構内は緑で埋め尽くされています。ほら1番線から3番線5番線6番線まで全部緑、ほんとね全て緑一色で埋め尽くされています。5番線6番線も鹿島神宮の方に行くやつも2番線も1番線も全部緑、まあ、にしても一つの路線なのにこんな4方向にも分岐している路線ってなかなかありませんよね。この成田線4つの線路それぞれどうなっているのか一つ一つ見ていきましょう。1番線から出発するのはまず久里浜の方、東京を経由して久里浜神奈川の方に行く列車ですね。まずは1番線上り列車の方に乗車をしていきましょう。にしてもこれ成田線といえば緑色の電車 E231系が運転しているイメージですが、反対側成田線のホームにはこれ総武本線の列車が来ています。そう、これ成田空港から出発する成田線上り列車に関しては、まあ、そのほとんどが佐倉から先千葉そして東京久里浜逗子の方まで直通をしています。総武本線の列車がやってくるんですね。これも新しい総武線の新型 E231系がやってきました。もう横を歩いててもねドアから新車の匂いがムンムンと漂ってくるんですね。作りたての匂いがします。最近は本当にこの新型の235系増えてますからね、いつかはこのスカレンジさんで統一されてしまうんでしょう。モニターも新型になってからかなり大きくなっています。ちゃんと成田線の表記もなされています。車内はガラガラ。成田駅をゆっくりゆっくりと出発、成田空港から一気に逗子とか久里浜の方まで行ってしまうんだから本当にね長距離を走りますよね総武快速線っていうのは。右側には千葉地区で活躍中の209系も停車中、結構雑草が生い茂っているような区間を出発して、この列車はまずは東京方面へ向かっていきます。成田線というと僕はついついあの我孫子から成田の方まで伸びる我孫子支線の方を思い浮かべてしまいますが、成田線の本線はこちら側ですからね。今列車が向かっている途中桜駅までが成田線の区間で、で桜駅から先はこの列車は総武本線に乗り入れるような形で東京駅の方まで向かっています。あくまでもこの本線走行する列車は総武本線を走るこの235系だったりとか、あと217系、総武線用の車両が来るということになります。以前の動画でも紹介したと思うんですけど、一旦もう一回成田線の全区間をおさらいすると、この先の桜駅から成田駅を経由して松岸駅までの間が本線、そして2つサブ的な路線支線があって、それが我孫子から成田の我孫子支線と、それから成田から空港成田空港の方に伸びている空港支線ということになります。ちょうどさっきの成田駅は4つに伸びる成田線の支線本線合わせて4方向に伸びるそれの中間地点にあるということになるんです。もともとは我孫子支線の我孫子から成田の間が成田線の本線だったんですが、成田空港ができることになってここのルートは成田エクスプレスが通るルートになりました。ここ桜駅から成田空港、成田を経由して成田空港までの間単線だったんですが、それが電化そして複線化されて今では成田エクスプレスの通る重要な路線となりました。さあ一つ目の駅止水駅に到着。この駅も難しい、最初は読めなかったですね。笹井駅とか酒酒駅とか、また止水のアウトレットモールの CM がめちゃくちゃ打たれてたことで結構それで止水っていう読み方地名を認知するようになりましたね。さあ映像を切り替わって再び成田駅の方に戻ってきました。よく見ると成田駅はホームがぐにょーんと大きく先端がカーブをしている形になっていますね。駅の横にはたくさんの側線があって、成田駅もこれ初詣の臨時列車とか年末年始にはたくさんの臨時列車が発着をして大混雑をするんです。
国鉄時代末期の1983年にはすでに貨物の取り扱いを廃止しています。大量にある側線はその当時の貨物列車時代の名残なのかもしれません。お客様にご案内させます。成田空港ではご利用になる航空会社により応援になる駅が異なりますので、お気をつけください。さあ、今度は成田駅で下車することなくそのまま先の方に進んでいきます。今乗車をしているのは成田線の今度空港支線、そして左側何やら単線の線路が分岐をしていきますが、これが我孫子の方、常磐線と接続する我孫子の方に伸びる成田線の支線、我孫子支線になっています。一方列車はこっち側、成田空港方面へと進んでいきます。さらにこの先、成田駅を出発してから2キロ地点あたりで佐原方面に行く成田線の本線と、それから成田空港の方に行く空港支線が分岐するということになります。その分岐点まではこのように伏線が広がっているんですね。この2つの線路、一見すると伏線のようにも見えるんですが、左側の線路の方が上り下り共用になっていて、右側が上り専用というちょっと複雑な感じになっているんです。ここでポイントを左から右に、そして右側の線路に入ってきました。この先のあたりでちょうどここからまっすぐ伸びる成田線の本線と空港の方に向かう空港支線が分岐します。それぞれ一つの線路ずつで目的地に向かっていきます。おお、そして正面には新幹線のような高架線、これが京成成田スカイアクセス線ですね。大きくした回り込むような形で京成線と合流をしていきます。そして今まさに列車が走行しているさっきの空港支線との分岐点から成田空港までのこの区間っていうのは、実は JR 東日本は第2種鉄道事業者になっているんです。これどういうことかっていうと、この区間運行しているのは JR 東日本の車両なんですが、ただ線路とかの設備を持っているのはまた別の鉄道会社で、成田空港高速鉄道っていうなんか聞いたことのない鉄道会社がその設備を持っていて、それで JR がじゃあお金払うからここの線路を一部使わせてねって言って借りて、線路を借りるような形で列車を乗り入れさせているっていう、そういうちょっと変わった形式が取られています。きたー、私鉄と JR の並走区間。右側から成田スカイアクセス線が合流して、このスカイアクセス線も後ろの成田湯川駅から成田空港までの本当末端の区間はこれ単線で運行されているんです。 JR も単線、右側の京成線も単線で単線並列の区間となっています。よく見ていただくと全然線路幅が違うのをお分かりいただけますでしょうか。京成の方は新幹線と同じ線路幅です。そして6等式の高速進行を示す大きい信号機も備え付けられています。160キロを出すスカイライナーならではの設備が搭載されています。この区間運が良ければね、後ろから追い越してくるスカイライナーとか猛スピードですれ違うスカイライナーとか見れるんですが、今回はなかったですね、残念ながら。そして単線なのでこのように途中には信号場が設けられています。これは京成の信号場で、この区間でスカイライナー今減便されていますが、昔はもっとコロナ前はもっと本数多かったんで、こういうところで列車の待機を行って、まあ、単線区間長いので行き違いを行っているといった感じなんですね。さっきの京成線の信号場でしたが、今度は JR の信号場もこの先に見えたりします。この区間は本当にね、森林の中無理やりもう線路を通したっていう感じで、トンネルを入っては出て入っては出ての繰り返し、周囲にはもうほとんど建物の姿、人がいる気配はありませんからね。おお、そしてここで今度は JR の信号場、これ上り列車が待機を行ってくれてますね。ここは堀之内信号場と呼ばれているところで、基本的にはこれ上り方面の東京方面に向かう列車が待避線の方に入って待避をしてくれて、下り列車の方はそのまま本線をスルーするような形で待避が行われています。この区間の全面展望は本当に見応えがあるというか、短いトンネルが何度も何度も連なっていて出たり入ったりを繰り返しています。なんか京急でいうあの横浜から先の区間にちょっと似ているような感じがするのは僕だけでしょうか。この区間スカイライナーに乗ると160キロの猛スピードで走行する、そんな力強い姿も見ることができますからね。まずはこちら空港第2ビルに到着。
空港第2ビル駅はちょっと面白いホーム柵が採用されていて、これ昇降式のホームドアというよりかはホーム柵が採用されています。関西の方ではよく見るんですけどね、 JR 西日本とかだと。ただ JR 東日本とかで採用されているのは八高線の拝島駅とかそこら辺ですかね。全然東日本では見ないような気がします。で、今度映像が切り替わって、この森の中秘境を進むような路線が、これは成田線の我孫子推し線ですね。もうそろそろ成田駅に到着といったところ。成田駅ギリギリまでなんか森の中秘境っぽいところを走るんですが、そこから開けてきて、でここで信号機の数がたくさん増えてきます。ここで空港支線と、それから佐原方面に行く成田本線と合流。成田本線ってなんだ、成田線の本線か。合流をしてきました。ちなみにこの成田線の中で、最も新しい路線といえば成田空港建設の時にできた空港支線なわけなんですが、最も古い路線はというと、この我孫子支線含め成田線の南側の路線となります。ここから成田駅の間はなんか三幅線のような感じで、3つの線路が広がって、そして仲良く成田駅の方に入っていきます。成田線、一見なんか地味な路線にも感じますが、成田エクスプレスのルートともなっている、まあ、かなり重要な路線でもあります。皆さんも機会があればぜひ乗車をしてみてください。ありがとうございました。